あ、出ないですね。出ないですね。こういうのって大体出ないイメージあるんですけど、うん、でも逆に出てきたら、うん、出た方が怖いな。階段がありまして、無意識的に僕これ下行っちゃうんですけど、上に行ってお化けがいたとしたら、うん、逃げる時に階段下っていかないといけないし、はい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 、転んじゃったら危ないから、うん、逃げるスピードがちょっと遅くなる。そういうの考えると階段ってなんか怖いなっていう。怖い。あとはそのお化け屋敷の業界では、うん、階段がある場所では脅かしはしないっていう、はい、やっぱ危ないっていう。ってことは、まあ裏読みすると階段は安全ってことなんですか、ね、あ、まあまあそうなります。〇〇のプロと行くゲーム散歩、今回はお化け屋敷プロデューサーの斉藤ゾンビさんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回バイオハザード7っていうね、あのゲームを、はい、見ていただくんですけど、はい、お化け屋敷プロデューサーって何なんですか。まあ、正式に僕の肩書きを言うとホラープランナーっていう。ホラープランナー。そうです、肩書きでやらせてもらってまして、まあ、ホラーのことであれば何でもプロデュースしますよ、プランニングしますよっていう仕事をしてます。そんな人がこの世にいるんですね。あ、そうです。他にもいるんですか、日本とか世界とか。いや、まあ、世界では分かんないですけど、国内ではホラープランナーって言ったのが僕たちが初めてなんですよ。ああ、なるほどなるほど。発祥みたいな。じゃあもう、じゃあ作ったのがもうもはやもう斉藤さんというか。まあそうですね。あ、すごい。まあ、幽霊ゾンビっていう平野幽霊さんって人が最初は2人でやってたんですけど、はい、その時にお化け屋敷、はい、なんかホラーのことをいろいろプロデュースしてるから、はい、なんか分かりやすい面白い肩書きがあると、うん、みんなとつきがいいんじゃないか。何の仕事してるかっていう時のなんか肩書きが必要ってことで。あ、そうですね。説明しやすさとして、うんうん、ホラープランナーっていう名前がかっこいいし、かっこいいですね、確かに。なんか何やってるかっていうのもなんか分かりやすいし。まあ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 、多分ホラーをプランニングしてたのかな。まあまあなんとなくわかりますね。なので、うん、まあその肩書きでちょっと勝手に名乗ってみようみたいな感じでやったら、だんだん定着していきまして、はい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 、そしたら気づいたら他の人もホラープランナーやってますみたいな、いう人たちがちょっと増えてきて、パクられたんですね。あ、まあ別に言ったら広まってほしいので、僕としてはやっぱり知名度がやっぱ増えた方が嬉しいので、うんうん、徐々にちょっと広がりがあると。そうですね、うん、いい。なるほど。そんな感じ。普段どういったことされてるんですか。普段は、まあ、主に、まあ、お化け屋敷を作るっていう仕事が、うんうんうん、まあ、メインってなってるんですけど、うんうんうん、作ってほしいって依頼があれば、まあ、予算とか聞いて、うん、図面描くところから始めて演出考えるとか。あ、面白そう。いや、もう結構面白いじゃ。そうですね。なんかそのなんとなくなんですけど、まあ、ゲームとかも同じなんですが、はい、なんとなくこう面白いとされてるストーリーがだんだんこうみんなが消費されていくと飽きるじゃないですけど、あ、まあ、なんとなくパターン読めちゃうみたいな。あ、そういうのありそうですね。確かに。なんかそのお化けだとよりそれありそうだなと思ってて。あ、まあそうですね。僕的にはよくあるようなお化け屋敷は避けたいなってずっと思ってまして、まあ、やり始めた時は典型的なことはよくやってたんですけど、ちょっとずつなんか違うのできないかなって、なんか僕の中で本物の心霊体験をしてるかのような脅かしができないかなってずっとこだわりで考えてたんですよ。耳元でささやかれたのに、うん、振り向いたら誰もいないとか、あ、足音が真後ろまで近づいてきたのに、うん、誰もいないとか、はいはい、基本誰もいないんですね。怖いって。あとは目の前に、うん、うわーっとお化けが出てきて、うん、一瞬にして消えちゃうとか、うわ、どこに行っちゃったの今のみたいな、うん、っていうのとか、そういうよく怖い話とか心霊映像とか、うん、そういうのでよく見るような幽霊的なイメージっていうのをお化け屋敷の演出できないかなっていうのを常に考えてたんですよ。独自の何かできないかなってずっと考えていった結果、斉藤リアル方式っていう。斉藤リアル方式。そうです。ご自身のお名前を後でちょっと入れていただきまして、体操の白井みたいな。新ワード出たら自分の名前作りですね。リアルな心霊体験を追求した結果、うん、できたあの脅かしみたいな意味で、斉藤が考えたリアル体験、斉藤リアル方式っていうのを独自でちょっと編み出して、はい、それをちょっと
展開してやってるみたいな。じゃあ斉藤さんがプロデュースされたお化け屋敷に関しては、その斉藤リアル方式が、もう基礎でやるみたいな。最近だとダイバー怪奇学校とかがちょっと話題でしたけど、そうですね、あれもじゃあ斉藤リアル方式、ね、なるほど。ダイバーと名古屋にあるんですけど、名古屋も斉藤リアル方式を取り入れてますし、かっこいい。まあ、僕基本台場の方によくいるんですけれども、そうですね、もう台場の方はまあ結構まあ常に見ながら、もっとこうできるんじゃないかっていうのを常に進化をちょっと考えながら。そうなんですね。この状態でいらっしゃるんですか。僕はね、いや一緒です。僕はお化けとしては出ないんですけど、僕はあくまでお化けを召喚する。召喚する。そうです。あのサモン側。そうです。あのうちのお化け屋敷はお化け役とかそういうのいなくて、本物の幽霊なので、お化けが人を殺さないように監視員じゃないですか。監視員してるって、召喚のコントロールしてるって。あ、なるほどなるほど。殺しすぎないように。そうです。なのでうちのお化け屋敷のスタッフはお化け役じゃなくて召喚師っていう。あー、なるほど。はい、これは失礼いたしました。いえいえ、とんでもないです。私の方が不勉強なもので、とんでもないです。すみません。とんでもないです。で、早速なんですけど、今回のこのバイオハザード7っていうゲームは、全て恐怖のためにっていうキャッチコピーのもと作られていまして、言ったらその今までのバイオシリーズの最初の根幹、原点回帰じゃないですけど、改めてもうホラーを突き詰めようじゃないかっていうので作られたものなんで、ちょっと怖いんですよ。そうなん。シリーズの中でも多分一番怖いぐらいの感じなんですが、この辺のホラーの演出とか見せ方のところ、斉藤さんお気づきの点とかあれば、はい、教えていただきたいなというふうに思うので、ちょっとじゃあずっとね、この歩くの画面撮りますので、歩いていきますが、すごいっすね、やっぱ映像がめちゃくちゃリアルっすね。あ、本当ですか。あ、すごい。これなんか虫とか、結構なんか虫がいると僕結構怖いなって思うんですけど。まあ確かに。なんかそういう演出とか使わないですか。虫はよく死体が置いてあるような部屋であれば、ハエの音を流すとか、雰囲気作りって感じでよく虫は使ったり、あとゴキブリのおもちゃをゴキブリ、ゴキブリ100匹ぐらい置いてみたりとか、雰囲気作りですね、虫は。それで怖がらせるっていうよりは、そういう場所なんだぞって思わせるのが目的というか。そうです。なるほど。はい、ということで今回の舞台です、こちら。すごい。どうでしょう、これ。雰囲気がありますね、なんか、なんかあるぞっていう。はい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 。こういう雰囲気が漂う感じで、なんかこの洋ホラーと和ホラーみたいなのがあると思うんですけど、今回は多分洋式なんですが、この洋ホラーの特徴みたいなのって何かあるんですか。その洋風と和風で怖がらせ方の違いとか。まあ洋風と和風での大きな違いですと、和風だと幽霊ですね。で、洋風だと殺人鬼かゾンビかピエロかみたいな。ピエロもいる。ピエロも、ピエロもいる。だから実体があるみたいな感じですね。あ、なるほど。日本は実体がないもの。そうですね。そうだそうだ。なのでそこの違いが大きくあるって感じですね。なるほど。実体がある怖がらせ方をするのが洋風なんですね。そうですね。だいたいショック的な脅かし、わっみたいな感じの。で、日本の和風ですと雰囲気で怖がらせるみたいな。怨念とか、この幽霊はどんなバックボーンがあるかとか、憎しみを持って近づいてくるとか、なんか雰囲気で脅かすって感じが日本のホラーって感じですかね。ってことはどっちかというと斉藤リアル方式は和風。和風ですね。もう本当雰囲気で脅かすっていう、いるかいないかみたいな、わからない。でも近くにいたみたいな。なんかこう映画とかだとこうなんか廃車とかも結構ありますよね。まあそうですね。道中に。これはこういうのもなんかわざと雑然と置くみたいなあるんですかね。ああでも綺麗に置かないみたいな。あ、まあ、確かにやっぱ綺麗に置くと、でも生活感を出すか出さないかの差だとは思うんですよね。ぐしゃって置いとけば廃墟っぽさが出たりとか、誰も住んでない廃れた場所みたいな。ただ綺麗に置いとくと、あ、誰か住んでたのかな、いたのかなみたいな。だからそういう殺人鬼的な、誰かいたのかなみたいな、そういうので差をつけたりとかあるとは思いますね。ああいう場所に確かに綺麗に置かれてたら逆に怖いですもんね。あ、まあまあそうですね。誰か、だから例えば心霊スポット行ったりとかしたら、綺麗にペットボトル並んでたりとか、布団が綺麗に畳まれてたりとか、だからそういうのだとなんか変な違和感感じますよね、きっと。確かに。誰かいいのか。あ、奥に人がいますね。なんかこういうのもそうですね、見つかったらやばいかもみたいな、こういうシチュエーションはいいですよね。あ、なるほど。今のは結構効果的ですかね。こうなんかちょっと遠くの方にいるけど、いるけど、あ、でも気づいてないみたいな。近くに来たのにもう誰もいないっていうのはすごい幽霊的な
感じですね。もういないですね、うん、だからすぐに亡くなるってことは、うんうん、すぐに真後ろにいる可能性もありますし、うわ、そうそうそう、そういうのが脳裏によぎったりとかするんじゃないですかね。だから僕はそう思ったりしちゃいますね。それ言われなければ思わなかった突如怖くなってましたね。そうですね、確かに。今から廃屋に入っていくんですけど、はい、その今道中でこういうただただこう明るい道歩かせるみたいなの演出とかって、お化け屋敷とかで道中何も起こらないけど何か起こりそうみたいな雰囲気だけずっと残しとくみたいなことってあるんですか？逆によくあるんですけど、はい、いろいろごちゃごちゃしてるのも怖いんですけど、うん、逆に何もないと怖いっていう人が結構多いんですよ。はいはいはい、わかります、わかります。違和感があって、うん、何か出てくるのかなみたいな、うん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 、でそれでなんかわざと何も置かないっていうのもあったり、そういう変化を差をつけるみたいな、緩急をつけるために。あ、そうですね、うんうん、それは結構怖いって言ってくる人かなり多いですね、うんうん、印象的には、うんうんうん、ということで廃墟に来ました。このイーさんっていう主人公がミアっていう自分の婚約者を探しにここに来るんですけど、あ、ちょっともう怖いですね。もうこれ怖いですよね、うん、なんか生活感が全然ないところに、うんうんうん、ここにいるはずっていう確信を持っていくってなんか怖いっすね。怖いっす。もう入り口めちゃめちゃ暗いんですよ。もう先見えないんですけど。いや、まあ確かに。こういうのも怖いっすよ、ね。いや、怖いっすよね。だから想像しちゃうんすよね。ああ。勝手に見えないからこそ。うんうん、だからこれも怖いっすよね。入ってきたくないですし。入りたくないっすね。今一応。おお。ああ、こういうふうに。お電気がついてって感じですね。こういうなんかわざと視界をこう限定させるみたいな演出とかもあるんですか？お化け屋敷とか。うちのお化け屋敷は基本こういうライトを持って入る、うんうん、でライトが照らされてない部分は何も見えな い。うわ、怖え。でしかも赤いライトなんで、うん、赤いライト、白いライトだと周りに光がちょっと広がって見えるじゃないですか、うんうん、赤だと多少周りに光が広がっても赤って見えにくいんですよ。なんかちょっと暗い、白よりもあまり見えにくい光が当たってても、うん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 、なので本当にピンポイントでど真ん中にライトが当たってるとこじゃないと本当見えないんですよ。でも白だと周りが見えすぎちゃうから、視界をもっと限定させるために赤いライトにしてるっていう。赤いライトからお化け出てくるのクソ怖いっすね。いや、もう雰囲気もまた相まって、音って怖いですよね。音はそうですね、やっぱりお化け屋敷でも音っていうのがめっちゃ大事で、あの僕がサイトリアルでめっちゃ大事にしてるのがこれ生音っていうのが、生音、そうです。あの大体スピーカーから流れてくるような機械が出してる音と実際に音を立ててる音って違いがはっきり分かるじゃないですか。まあそうですね、人の耳から。でやっぱり生の音が聞こえると一気に緊張感が高まる。いや、そうそう、そこにいるんだって思いますね。そうそう、そうなんですよ、なのであえて生音をすごく大事にしてリアルに壁叩くとか足音とか、あとは足音を鳴らすにしても、うん、足音から響いていく振動っていうのもあるんですよ。でそうなると本当にいるっていうさらにドキドキ感が増してきますし、うん、なんか音だけじゃなくてそういう振動とかいろんな相乗効果があって、うん、生音ってめちゃくちゃ効果的っていうのがあります、うんうんうん、こういうなんか細い道で今右が四角じゃないですか。あ、はい、こういうのとかも僕結構怖いなと思っちゃうんですけど、あえて四角作るみたいなことも意識されます？あえて作る、あえてっていう意味ですと、あの例えば右側に物が置かれてるじゃないですか、うん、はいはい、あ、これですか。そう、例えばこれが本物のお化け屋敷であれば、うん、あの自然とこういう汚い場所とか、うん、何か置いてある場所って絶対避けて避けます、避けます。そうですよね、大体地面になんか黒く汚れてるたりとかすると、うんうんうん、絶対避けます、その汚れ避けるじゃないですか。避けます。そうやってわざと何か置いたりとかしてお客様の歩く道筋を誘導するっていうやり方なんですよ、うん、でそれで脅かしやすいポイントまで、うん、うわーっていうのがあるんです。マジシャン見てそうなんですよ。へー、じゃあただの怖がらせるための装飾とかじゃなくて、じゃなくて実はそういう動線誘導でもあったと。あ、そうそうそう、そういうのもある。はい、でそういう意味ではそういう視覚っていうのも、うん、あそこから出てきそうと思って、うん、ちょっとそれを意識しながらちょっと離れながら歩いていくとか。いや、そう、俺多分こう今ゲームだからまっすぐ行きますけど本当だったらここの壁沿いでこう行きますね。ここにこうペタッと張り付いてこう行きますね。
だからそこで壁から何か出てくるとか、そうしたら右にいっぱい集中してるから、あ、ここでここ近くになるよねみたいな、あ、そこから手出てくるとかだとめっちゃ驚くと思います。右から出てくるよりもめっちゃ驚きますね。なるほど、じゃあ僕らが無意識的にやってること実は計算され尽くされてるってことなんですか、うん、まあ、そういうのも中にはありますね。さあ何やら生活感が出てきましたけど、うん、ちょっと気持ち悪いですね。そうですね、やっぱ生活感があると一瞬にして誰かいるかもっていう意識がよぎりますからね、うん、例えばこういう、うん、もうずっと放置されてて、あ、こういうお皿とか、うん、ミートって書いてますね。あ、出ないですね。出ないですね。こういうのって大体出ないイメージあるんですか、うん、出すパターンあるんですか。出すパターンあんまり見たことないですよね。でも逆に出てきたら、うん、そう出た方が怖いな、いるんだなっていうのがさらに、ね、はっきりしますし、いるのにこうやって何か腐ってるものを平気で置いてるっていう感覚も人間性が怖いですよね、うん、なんかこういう、なんでしょう、写真じゃないですけど、うん、ここに暮らしていた、うん、人間のものなのかわからないですけど、こういうのってなんか意図的に置かれたりします？あ、そうですね、なんかストーリー性持たせるじゃないですか。そうですね、ストーリー性を持たせるためにあえて見えるような場所に子供の手紙を置いておくとか、うん、遺書があるとか、バックボーンを知っていけば知っていくほど、うん、まあ、恐怖も上がれば感情にしやすいというのか、はいはいはい、で、階段がありまして、まあ、この先にもあるんですけど無意識的に僕これ下行っちゃうんですけど、あ、でも確かにこれなんかあるんですかね。いや、なんか僕が今瞬時に思ったのは、はい、階段怖いっていう、だから落ちたらどうしようとかはやっぱりよぎるというのか、うん、あとは上に行ってお化けがいたとしたら逃げるときに階段下っていかないといけないし、はい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 、でやっぱり転んじゃったら危ないから逃げるスピードがちょっと遅くなる、もしくは急いで行っても転んで足を折って逃げられなくなるかもみたいな、そういうのを考えると階段ってなんか怖いなっていう。怖い。あとはそのお化け屋敷の業界では階段がある場所では脅かしはしないっていう、やっぱ危ないっていう、まあ、今おっしゃっていただいたような懸念があるってことですね。あ、そうですね、だからそういうのも考えた上で階段を作ったりとかはありますね、お化け屋敷では。ってことは、まあ、裏読みすると階段は安全ってことなんですか、ね、あ、まあまあそうなりますね、お化け屋敷の世界では。なるほど、ゲームの世界では分かってる。あ、まあまあそうですね。今回じゃあ上行ってみますか、行ってみましょうか、はい、あとは階段の上って閉鎖された空間って感じ、はいはい、閉鎖された空間ですね。そうですね、ここ、もう広さが限られてるじゃないですか、はい、それもあって怖いのかもしれないですね、うんうんうん、何かビデオテープがあるのでもらいますね、うん、あ、ビデオテープとか進んでいきます、うん、あ、テレビ、こんなに分かりやすくビデオデッキもありますね。確かに廃屋取材というビデオテープを先ほど手に入れたのでこれを見ていこうと思います、はい、で、この廃屋取材っていうのがちょっとメタっぽいんですけど、うん、この廃屋を取材したビデオテープが残ってるっていう状態です。ある撮影クルーが E さんが入ってきたこの廃屋を取材しているところを今からゲームで見ていくという。こいつ大丈夫か？心配するな、ピート。いいか、素人なんかいらないんだ、ヘマするなよ。あまりろの二の舞はごめんだ、ちゃんと音を拾え。2年も前の話だろ、当てれこはしない、まあ、ということで、うん、カメラマンとして僕がプレイヤーで、あ、ここはプレイできる。そうなんです、面白いですね。これも、あ、そっか、じゃあ時代が違う時代の現場を探索できる。そうなんですよ、E さんより少し前に入ってきた、うん、今度こそタイトルちゃんと言ってくれよ、はい、心配するな、今宵のスーワゲーターズはクソったれゴミ屋敷の情報満載。どうだ、最高だ。さっきイーさんが入ってきたところですね。お、さっき扉開いてたんですよ。ああ、そうっすよね、はい、よし行くぞ。確かに、うん、ああ、鍵が閉まってそうなんです、本当は閉まってたけど彼らが開けたから僕らは入れたっていう。閉まってで、なんでボロ屋なんかに。資料読めよ、必要ない、ただの幽霊屋敷だろ、子供騙しだ。今度のシナリオは、廃墟の農家に消えた家族、怪しい事件の匂い、お決まりさ。つまり
田舎者一家が謎の失踪か。田舎者じゃない、ベイカー家だ。ジャックとマーガレット夫妻、静かに暮らしてたようだけど。はい、ベイカー家というところが暮らしてたと。うん、でジャックとマーガレットと息子のルーカスという3人で暮らしてたよという情報があります。うん、いい靴なんて履いてくるんじゃなかったよ。これひでえな、病気になっちまうけど、まあいい背景が取れそうだ。アンドレ、どう思う？アンドレ。はい、ということでアンドレと、アンドレ、はい、見失ってしまいます。これすごい自然と今このキャスターの人に目が打っちゃってて、アンドレの失踪にプレイヤーが気づかないっていう、この視線誘導の仕方とかって、ね、ああ確かに、はい、本当にさっき言った、うんうん、そういうのも含めてここを見さしといて、うんうん、お化けこっち移動するとか、うんうんうん、そういう視線誘導とかも確かにあります、うんうんうん、結構じゃあお化け屋敷作る上では結構気にするポイントというか。あ、そうですね、テクニックとしては確か、あ、そういうのは考えますね。あ、じゃあよくできてるって感じですね。できてると思いますね。なんだ今の、聞いたか？アンドレ、どこ行った？アンドレどこにいるんだ？なんだこれ。はい、ということで何かを見つけます。そうするとここが開くんですね。よし、こうしよう。はい、アンドレを見つけてさっさと帰るぞ。番組はもういい。はい、ということではしごを見つけました。うん、はい、何か言いたげですか？先に行け。俺がはしごを降りるから、その絵を撮るんだ。だからビビってねえしみたいな。見えるか？なんだ？全然降りてこないですね。ということで先に進みます。いやもうめちゃめちゃ怖い。そうですよね。より見えなくなってきたって感じですね。まあまあ横に、あ、うん、あ、いた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 。おいおい、大丈夫か？はい、アンドレ。お、はい、誰か向こうから。はい、という映像でした。いや、なんかすごいこの映像とこの音声、うん、音声もまたちょっと今聞こえにくかったんですけど、うん、はい、そういう昔の映像っぽい、うん、あ、そうですね、そうですね。あ、はい、またそれも怖いですよね、やっぱり。わざとちょっと、うん、まあ、かすれさせてるじゃないですけど、うん、ちょっとレトロな感じにしてますね。レトロな雰囲気ってやっぱラジオの音声とかもノイズ混じりだとちょっと怖いじゃないですか。ノイズ感がすごく恐怖感が増してていいなと。あとそうですね、映像の乱れとかもよく霊現象とかで電子機器が乱れるとかあるじゃないですか。そういうの、映像の乱れがあると、うん、あ、なんか近くにいるのかなとか思わせたり。ということで先ほどの映像で見つかったこの仕掛けですね、これで進んでいきます。ということで、まあ、さっきの映像はヒントにもなっているということですね。あ、本当そうですね、はい、確かに。じゃあさっきの映像を見た上で同じところ行くっていうのはまた確か怖いですね。そうですよね、またこの先ほど先に行けって言ってたところですここ。あ、また無視で。はい、ということでここを降りていこうと思います。おお、まあ、本来のお化け屋敷でこれはないですね、さすがにね。フレームものになってますね。ということで先ほどカメラマンがここで見つけたので、その先に行けます。おお、ミヤ、お、ミヤを見つけます。あ、あれはミヤ。しかし開きません、うん、ということでこれを開けるための方法を探すことになります。おお、そういうことで急にゲームですね、ここから、うん。まあ、僕は場所を知ってるんですが、分かりますが、ここにチェーンカッターがあります。ではここでチェーンカッターで開けて今からミヤのところに行くんですが、開けたらどうなるか、うん、こう動きたいという感じで、はい、楽しかったですよ。いや、まあまあ続きますね、まだ。